いよいよプロ野球ペナントレースパシフィックリーグの開幕です。福岡ソフトバンクホークス対千葉ロッテマリーンズ、1回戦の模様をお送りいたします。ルーキーの1回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。トップバッターは三森、打ちました。1、2塁間のゴロ、1塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番牧原、第3球を投げました。アウトコース高め、空振り三振。牧原全くタイミングが合いません。投げた、これは引っ掛けた。セカンドの頭上、中村余裕があります。掴んでこれで3アウトになります。岡田です。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。インハイ、空振り三振。高めの変化球でスイングアウトを取りました。163キロ直球、空振り三振。2者連続三振、三振。2回がし、3回の表、これからマリーンズの攻撃に入ります。トップバッター、初球を打ちました、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番岡田、プロ入り初打席を迎えます。フラフラッと上がった、松田落下点に入った。三塁キャンパス手前、バッターは3番柳田、第1打席はセカンドフライに倒れています。外、空振り三振。バッターは DH の岡田、第1打席はスイングアウトの三振。振った、痛烈な当たり、アウト。岡田いい当たりでしたが、ショート正面でした。これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番岡田、打ちました。初球三塁間ライナーで破った。岡田ナイスバッティングです。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。打ちました、あっと引っ掛けた。石川ボールを掴んだ、ピッチャーから一塁送球、アウト。3アウトチェンジ。6回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。トップバッターは162キロ直球、バッターはトップに帰って三森、今日はセカンドゴロとセカンドフライ。163キロ直球、空振り三振。岡田8回の表、これからマリーンズの攻撃に入ります。トップバッター打った、抜いていった。岡田いいバッティングを見せました。さあノーアウトで先制の初球を打ちました。当たり底でのサードゴロ、アウト。マリーンズ先制のチャンスを迎えます。打順は1番に帰って中村、打ちました、ピッチャーライナー。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。投げた、高めボール球打った、セカンドこれは守備範囲内、アウト。3アウトチェンジ。マリーンズ8回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。先頭バッターは新庄、おっとデッドボール、あーっとホークス大送球。バッターは6番中村、今日は三振と外角低めいっぱい、見逃し三振。第4球を空振り三振、バッターアウト。2者連続三振。右バッターボックスは8番甲斐、ラックルカーブ見逃し三振。8回までが終了。投球これから4球目、空振り三振。バッターは4番栗原、マリーンズ1打数空振り三振。得意のジャイロボールで仕留めました。引き分けで終了です。打席に立ってほしくないバッターですね。